2022年心の灯火運動記念アーカイブ。1964年6月2日火曜日、心の灯火チャリティーショーが京都会館第一ホールで行われました。このショーは京都市内の死体不自由児たちと母子寮のための募金を目的として催され、スリーグレイセスが出演しました。心の灯火運動チャリティーショーのために書かれた生きる喜び、マリア様とイエズ様の2曲をスリーグレイセスが歌いました。心の灯火運動の70周年を記念して、マリア様とイエズ様の歌をお届けします。作詞佐藤八郎、作曲古関裕二。マリア様とイエズ様、演奏遠藤正樹、歌正田美幸。